糖質オフダイエットをお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、太る原因の糖質をカットしながら痩せるために必要なタンパク質をしっかり摂ることで健康的に綺麗に痩せることができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。痩せるポイントはいかに太る元の糖質をカットしてプラス痩せるために必要なタンパク質をしっかり摂れるのかということになってくるんですね。その理由は糖質がその血糖値を急上昇させてしまう結果脂肪を溜め込んでしまうから、そしてタンパク質が不足したお食事をされていますと結局太ってしまう、その先にはリバウンドが待ってますよってことになります。例えばあなたが最近その太ってきてしまったその原因の一つにこちら糖質中毒になっていらっしゃる可能性があるんですね。これはもう脳の指令ですから、もうあなたがお悪いとかいうのではなくて、もうそのようにこう脳がですね、あなたの脳がこう指令を出すわけです。糖質を取りなさいっていう、もう勝手にですね指令を出してしまうから、あなたはもう食べるのを我慢しようと思ってもやっぱりできないんですよね、指令ですから。なので我慢できずに結局食べてしまうということで、もう完全にその糖質の取りすぎが原因で結果その血糖値が急上昇してしまって、その間にやっぱり脂肪って溜め込みますから、糖質中毒になってしまうと、そのなかなかそこから抜け出さない限りはどんなにその頑張って運動したとしてもですね、もともとこの糖質中毒に侵されているわけですから、なかなかその痩せ体質になることができないということなんですね。で、私別動画でその痩せ体質になるためにはまずはベース、腸内環境を整えて痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてあげることなんですよってお話もしています。それはもう本当にベースになるんですけれども、その腸内環境を整えるお食事をしているとしても、この糖質中毒になっていらっしゃる方というのはやはりここもしっかりアプローチをかけていかないと、そのなかなか取り組まれても結果が出にくいということになってしまうんですよね。なのでまずは1週間糖質をオフ、カットしてみる生活をしていただくと、この中毒が抜け出しやすくなります。で、一旦この1週間糖質をカットする食事をされて、その後は徐々にですね糖質を戻していかれてもいいですから、まずはこの中毒化してしまっているその指令を一回断つということでも糖質を一旦お休みされたらいいと思うんですね。で、この糖質というのはですね、もう代表的なものは炭水化物ですよね。もう米、パン、パスタ、小麦製品です。こういったものはもう糖質の塊ですから、やはりオフされるといいと思うんですが、その完全にオフってなかなかできないんですよね。例えば糖質というのはお野菜にも入ってます。なので完全に取らないということではありませんから、そのあたりは安心されていいと思うんですよ。ここの糖質オフ生活というのはあくまでもその糖質の塊をお休みしてみてはいかがでしょうかということです。で、その代わりに必要なのがタンパク質なんですよね。糖質をオフする代わりにしっかりとタンパク質、脂質、そしてビタミン、ミネラルです。で、こういったものにも糖質が多少入ってますからね、完全に取れてないわけではありませんから大丈夫です。なのでポイントとしては糖質をカットする代わりにタンパク質や脂質、ビタミン、ミネラル、いわばバランス良い食事を心がけていただく、和食中心であれば、そして調味料も無添加のものであればいいですよということです。ベースは腸内環境を整えるお食事でしたら丸です。それではここから具体的に、では一体その糖質をオフしたいんだけれども、どのような食材にどれぐらいの糖質量があって、普段食べる時にどんなことに気をつけたらいいのかしらということでですね、お役に立ちたくて今回のメインはお肉です。お肉を摂る時のその糖質とタンパク質がどのお肉の種類だと一番ベストなのか、イコールダイエット食に向くのかということをあなたに最後お伝えして終わりたいと思います。ではここから具体的な取り方をお伝えしてまいりますね。ポイントは同じお肉でも低糖質で高タンパク質のものを選びましょうということになります。で、まず牛肉に関しましては、こちらの数値は 100g あたりの数値です。赤身肉がこちら
糖質がたったの 0.1g に対してタンパク質が 19g 取れます。そして鶏肉の中身でもささみ肉がもうベストなんですね。糖質はなんとゼロです。そしてタンパク質がとっても豊富で 25g も取れます。次は豚肉です。豚肉、まあ、いろいろありますよね、種類が。その中でももも肉がベストです。もも肉は糖質が 0.1g ですに対して含まれるタンパク質量が 21g 取れます。ではひき肉です、まあ、牛とか豚とか鶏ひき肉ありますよね。じゃあどれが一番いいのか、低糖質で高タンパクなのかと言いますと、やっぱり鶏のひき肉になります。糖質がもうゼロなんで、鶏肉ってゼロなんですよね。そしてタンパク質が 100g あたり 21g 取れます。そして最後加工品ですね。私はあの、まあ、美腸活の専門家の、まあ、立場からとしては、この加工した食品というのはもうとにかくくれぐれも注意していただきたいなと思います。例えば原材料をチェックしていただくと、裏にですね、調味料カッコアミノ酸などと書いてあるのが実は化学調味料になりますし、ソリビトールとかですね、そういったあの人工甘味料が含まれていることがもう本当に多いんですよね。なのでそういったものが無添加のものを選ぶって、もう今なかなかね手に入りにくいんですけれども、痩せるためにはですね、そういったものが含まれていると腸内環境が悪化してしまって、結果デブ菌と呼ばれる悪玉菌が優勢になって、もういろんな努力が水の泡になってしまいますから、この加工されたものというのはくれぐれもご注意ください。ただしその加工肉はソーセージとかベーコンとかいろいろありますよね。その中でも低糖質で高タンパクなのは生ハムになります。糖質がゼロなんですよね。そしてタンパク質が 26g 取れますから、ほぼほぼこの鶏のささみ肉ですよね。鶏肉だとももとか胸肉じゃなくてささみが一番高タンパクなんですけども、ここと匹敵するぐらいのものということになります。なのでどうせですね、お肉を召し上がるとしたら糖質量が低くって、しかも同じ量を食べるならですよ、高タンパク質のものがいいと思いませんか？無駄がないわけです。なのでダイエット向きのお肉の部位は今お伝えしたこの内容になりますから、ぜひ同じお肉を買う時でもこういった部位を変えていただいて、ダイエットにお役立ていただきたいと思います。さあ、この動画のポイントのまとめです。痩せるためには糖質をカットしていくことが大切なんですよということでしたね。でもその代わりにしっかりと主にタンパク質は必ず取った方が良いですということですね。そしてどうせ取るなら、同じタンパク質同じ食材を買うなら、今回はテーマはお肉に特化した動画だったんですけれども、お肉を買われる時は先ほどお伝えした部位を使われますと一番低糖質で高タンパクの良質のものになりますよということでしたね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたがもう心も体 もう明るく元気いっぱいという状態になっていただく、そして結果そういった方たちがこう世の中に多く生まれていただきたいなという思いで、私この動画撮っております。毎日配信しております。決してお聞き逃ししていただきたくありませんので、ぜひこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。でこの LINE にご登録いただきますと、私からのこの動画レターがあなたのもとにこう毎日届きますので、 LINE のご登録ぜひされて聞き逃しないようにと思います。でまたこのお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。